ました。お待たせしました。すみません。お待たせしました。お待たせしました。こんばんは、皆さん。ただいま。お待たせしました。すみません、すみません。こんばんは、こんばんは。ただいま、ただいま。今日はクリスマスコンサートに向けてです。レッスンに行ってきましたけど、皆さん盛り上がってますか？今日前髪が伸びたなってめっちゃ感じたんだけど、どう？なんでもない。めっちゃ寒いんだけど。寒い。かけれるものをできるだけかけて。今日さ、広島木曜日からもう雪降るらしい。マジ？今日の朝ね、みんな、広島じゃない方もそうなんかな。広島ね、朝起きたらね、雪が積もってたんですよ。だから雪めっちゃ降ってて、朝。そしたら、なんか、今日、信号待ちしとったら、なんかおばあちゃんに気に話しかけられて、今日は雪が降るそうよ、みたいな感じで言った瞬間に、急に雪降り始めて、このおばあちゃんマジ何者みたいな感じで思ったよね。マジすごかったよ。なんかね、まあ、すぐやんだんじゃけど、太陽が出て。雪女だね、それは。いや、怖い怖いそうな、雪女ってそんな感じなの？雪降るよ、みたいな言ったら雪、降る。マジ？会ってしまったやん。きっと幻だよ。いや、幻じゃない、あれは。リアルじゃったよ、マジで。リアルガチなやつだったよ。いや、普通におばあちゃん。でも、めっちゃ寒そうだった。めっちゃ寒そうな感じの、感じよ。寒そうな立ち振る舞いをしとった。雪女は寒さ感じなさそうじゃない？雪女の都市伝説知らないんだけど。何？雪女って何？調べてみていい？雪女の物語があるやん。雪女は別名として雪娘、雪女子、雪女郎、雪女郎、雪姉さ、雪女婆、雪ん婆、雪降り。いや、こういう知識が欲しいんじゃなくて、これ何なの？雪女の物語が分からん。怖い。怖いんだったら嫌だな。うわっ、ヤマンバや。もう見た目はヤマンバ。雪女の話。室町時代末期の逸話。男のところに美しい女が訪ね、女は自ら望んで男の嫁になるが、嫁の嫌がるのを無理に風呂に入れると姿がなくなり、男が切り落とした細い氷柱の破片だけが浮いていたという。つらら女、どういうこと？今日も面白い顔してやがる。ね、待ってどこが面白い顔なんですか、私の。あ、ごめん、ちょっと今な、前髪直すための頭叩きでした。どういうことかわかんない。吹雪の晩に子供を抱いて立ち、通る人間に子供を抱いてくれと頼む話が伝えられる。その子を抱くと子がどんどん重くなり、人は雪に埋もれて凍死するという。頼みを断ると雪の谷に突き落とされるとも伝えられる。どういうこと？全然雪女わかんないんだけど。雪女の昔話はほとんどが哀れな話であり、このない老夫婦、山里で一人者の男、そういう人生で、何これ、何しい、そういう人生で、わびしいものが、吹雪の戸を叩く音から、自分が待ち望むものが来たのではないかと幻想することから始まったと言える。どういうこと？
え、マジわかんないんだけど、雪女マジわかんないんだけど、何の話をしてるんですか。いや、なんか雪女の話なんだけど、雪女ってどういう物語あるんじゃろうみたいなこと話してたんだけど、全然わかんなかった。確かに粉きじじい、粉きじじい、名前は聞いたことあるんだけどね。つまり雪女よ。それがよくわかりません。一光さんかな。え、なに、一光さん雪女なの。雪女説あるの、一光さんって。サッカーの話、サッカー、アルゼンチンが優勝しましたね。タンタタタンタン、フィゴ、タン。え、終わっちゃいましたね。なんか昨日解説で言っとったんだけど、このワールドカップ1ヶ月に及ぶあれらしいよ、1ヶ月に及ぶ決戦の結果らしいよ。もう1ヶ月経ったのにすごくない、すごくない。タンタタタンタン、え、終わったね。え、なんかおもろかった。初めてサッカーをね、楽しみっていうか、それを知りました。こんな感じなんだって。寝落ちバレバレだった。いや、マジさ、これ正直な話、コカのおかげで楽しく見れた。ほんまによかった。私も楽しかったよ、マジでさ。前半見てたところだったらさ、前半をね、前半までね、もう全然アルゼンチンが優勢で、フランスがめちゃめちゃ押されてて、っていうか、まあ 2-0 だったんだけど、まあ、そこまで見たいので、ハーフタイムに入って、ハーフタイムで、ね、マジで寝落ちしてしまって、あ、このままアルゼンチン勝つんかなみたいな感じで、普通に寝てしまったっていうか、なんか寝落ちしてしまった、ハーフタイムで。逆テレビつけたまま目の前についてるんだけど、寝て、で目覚めたら、目が覚めたら PK 戦になってて、しかも点数は3-3。いや、マジで意味わからんくて、え、さっき見とった試合これみたいな、え、同じ試合みたいな感じで、でなって、で PK 戦が始まった瞬間に起きたもんじゃけ、もうめっちゃなんか起きた瞬間からハラハラドキドキして、そう、3点入れたんみたい。エムバペ見てないの。え、じゃけPK 戦終わるやん。で、なんか、わーみたいななって、なんかセレモニーみたいなあるまでに、後半戦を全部見直して、そう。ああ、じゃけハットトリックがあったんやーと思ったり、そう、マジで。本田さんの、本田さんの立ちくらみね。座ってるのに立ちくらみがしてくるやつね、聞いた。優勝するとこ奇跡的に見れたよね。え、そう、そこはマジで、あの、見ました。なんかこうわーって走っていく感じ、え、ちゃんと見直したよ。だってそのために12時まで起きて、いや、マジでね、惜しかったな。私1時あ、違う、2時、いや、1時44分ぐらいまでに寝てて、1時44分ぐらいに最後のあの父さんになんか送ったんですよ。サッカー見てるよみたいな感じで送ったのが最後でした。ね、起きたのが不思議、マジで。もう何の試合って感じだった。え、何この試合みたいな。どの選手も決勝なのに落ちてキャンプな、え、それな、私 PK 戦するだったらマジで心臓持たんと思う。そう、マジで
そうなんですよ。心臓マジで持たんと思う。お。あのこれからやることないですけど別に PK 戦やる予定ないけど、うん、なんかさ、私ほんまにこれ思うのが、キーパーもいやすごいんですけど、いや蹴る人もすごいんじゃけど、なんかこうある角度から見たらめちゃくちゃ近いのに、ある角度から見たらめちゃくちゃ距離あるように見えて、ここはめちゃくちゃ分かりやすそう、いや分からんよ、こう分かりやすそうに見える容姿でポポーンみたいな感じで蹴るかもしれない、意味分からん角度に。アルゼンチンのキーパーが良かった、確かに。 ST48 で PK 大会、いやキーパーが怖い、マジで。キーパーになるのすごくない？来年あたり足つぼシートの上で PK やってるかも。どういうこと？届かないかも。え、届かないかな。え、キーパーだったらってこと？キーパーだったら背が高い人が有利じゃね。もう次来年3月から WBC、 確かに。さて切り替えていきましょう。キーパーマジね、キーパーマジすごいよね。いやマジですごいと思う。だってもしかしたらさ、もう顔面に当たるかもしれんじゃん。いや顔面でもね、止めれたらいいけど、いやそれで、いやもし私がキーパーだったらね、あのおしゃれで勝ち分けが決まるんだったら、もう顔面で止めてもいい。指とかよく折れるし、えちょっと無理かも。ピーパーじゃないキーパーじゃないけどキーパー。 ST だったらキーパーポジは誰かな。え、ユキリカ、マイキュ、ユミコ。え、ユミコキーパー適任すぎん。え、絶対キーパーじゃない、もう守護神や、ユミコ。え、絶対ユミコじゃない。え、絶対止めそうじゃん、もう。ユミコキーパー絶対的しごい。私はどこ、私は何、私今村さんのような、え、ミチューね、ミチューはミチューね。私マネージャーね、やだ、いいけど。ボールボーイ、私主審、いや主審やばい。昨日さ見たさところで印象に残ってるのは、なんか主審がボールがちょうどパスのなんかこう動線上におって、なんかこけそうになりながらも絶対ボールに触らんようにこうコカみたいな感じで、ちょっとそこで主審の意地が見えたのが良かったですね、昨日。え、私オフサイドのフラッグ上げる人かも。めっちゃ見るよ。試合前の手つないでくるココア。え、どういうこと？子供やん、それ子供役やん。嫌だ。嫌だ。選手がいいな。どっちかといえばそっちサイドがいい。サポーターサイド。いいけど。え、寒くなった。こんばんは。え、でもさ、あのワイルドカップでもさ、ワールドカップでもさ手つないでくる男の子がおるやん。あ、女の子もおるけど子供がおるやん。
一生の思い出じゃない？知らんけど。え、あれどうやって決めるの？抽選？抽選かな。こんばんは。くじ引き？知らんけどって書いてある。こんばん、応募か。え、ちょっと私来年、再来年、あ、4年後か。4年後、多分ね、応募してみようかな。 WBC も同じぐらい盛り上がったね。そうね、だってダルビッシュ有選手が出るんですよっていうのも最近なんか記事で見た気がする。合ってる？誤情報じゃないこれ。そう、鈴木誠也選手も出ますし、岡も23歳。え、やばい。え、なんかドキドキしてきた急に。大谷さんも出、大谷さんも出る。何にドキドキしてるか分からん。いや急になんか心臓がドキドキした。あの別に悪い感じじゃなくて、あのなんかすごい何かにワクワクした感じのドキドキ。何にドキドキしてるか分からんけど。大谷さんと村上さん、いや不整脈な感じじゃないです。お酒飲んでないからやめてよ。全然違いますから。でも私ね、これね、ちょっとね、あって、不整脈があって、不整脈じゃないけど不整脈なのか。え、こういうのってあんまり言わん方がいいの、人に。全然なんともないんだけど。小学生以来、中学生以来検査してないし。揺れてる、大丈夫そう？倒れてない。なんかね、え、酔っ払ってマジで酔っ払ってないですね。ほんまに酔っ払ってないけど、なんか、ね、あの心電図、そうそうそう、私マジであのあれが遅くて、脈が、え、不整脈じゃない、なんか不整脈まではいかん、こう脈が遅くて、であの持久図とかあるじゃないですか。でこのあの脈拍測るやつあるやん。でこれがもうなんか普通の人より遅くて、そう遅くて脈測って、でめちゃくちゃ遅いけ、なんかその持久走とかでさ、走り終わった後に、でなんかこう走り終わってやっとみんなと同じぐらいになるんですけど、そしたらもう先生が、え、かえさんまだまだいけるんじゃないみたいな、そう感じで、でこっちはもうほんまに疲れてるのに、いやほんまに疲れ、これガチで頑張ってやったんですよみたいな感じで言っとるけど、普通の人がなんか76回ぐらいじゃないですか。まあ、50回ぐらいしかないけ、普段が。いや、高いところに住んでない。もう平地、普通に住んどる。そう、脈がすごい遅くて。脈が遅いのは長生きできる。すごっ！そう、こんばんは。そう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 。心臓が強くて。そうなんですよ。そうだけどね、ライブとかでもめっちゃ疲れてるけど脈は遅い。でいつもライブでじゃーんってなっとっても
脈はみんなと同じぐらい。長距離はね、早かった方だと思うけど、遅かったかもしれん。実家マチュピチュじゃないですよ。こんばんは。疲れるのは疲れるんですよね。心電図の、それで引っかかって行った、その、なんて言うんだっけ、病院っていうか、検査その検査の病院で、そのまた検査するために脈を測るんだけど、で最初測るやん。でじゃあめちゃくちゃ運動して、なんかそこの自転車に乗ってこう脈拍を上げて、その脈拍上げたやつも測るみたいなんだけど、もう私もう必死に頑張ってやってもどうしても脈拍が上がらなくて、あ、循環器内科かな、あの、そう循環器内科って言うんですか、分かんない。でもすごいって、いやもう疲れた、もう足が動きませんみたいな感じで言っても、だけもう一回測ったら、まあ、普通ぐらいで、ですぐヒューンって下がるけ、え、じゃあちょっともう一回やってくださいみたいな、え、何回やるの、マジで何回やるのみたいな、途中からもうちょっと諦めに入った。こんばんは。コカの本気はまだまだなんだな。いや結構本気だった、マジで結構本気でやった。不可試験っていうの、それ。そうなん？不可試験やりました。結果はどうなの？病気なの？いや全然なんともないと思いますよ。何もあんまり先生も心配しなかったっけ。なんか心臓にマラソンとか向いてるんじゃないですかみたいな感じで言われて返されたけど、今日も寒いね。好きな人の前でも脈拍がならんの？え、でも多分絶対新井さんに会った時は脈早いのをめっちゃ感じた。マジで脈早かったと思う。あの時なんかドクドクし感じたもん。バーイ。髪伸びた。早い伸びるの。いいことあるよ、切れたから。え、逆かな。痛くなかった、ありがとう、もう心配。すごい勢いで切れた。ミサンガ的な感じ。なんか願い叶うよ、いいことあるよ、みんな。ミサンガ的な、まあ、ミサンガっぽい感じで。え、不吉なのかな、多分ゴム切れていいことあるよ、多分みんな。みんなにもあるの、流れ星と一緒。そうよ、みんなにもいいことあるよ。今日は私の誕生日おめでとうございます。私今日誕生日プレゼント、そう、持って帰りました。全部を持って帰ってはない持って帰ってはないんだけど、たくさん来て、みんなありがとう。感謝でいっぱいです。
サッカー見てたのに眠くないですか？めちゃくちゃ眠たかったけど。さっきレッスンして帰ってきてショールームしたら目が覚めました。もうクリスマスプレゼントじゃん。クリスマスプレゼント、サンタさん来てくれるかな。いや、ちょっと待てよ、サンタさんにちょっと、サンタさん、サンタさんってマジであんまり思うようなものをもらったことがないから、期待はしないですけど、昔からもう小学校卒業してからっていうか、ナウシカ事件があってからサンタさんに願い事したことないんですよ。うん。みんなはさ、あれですか？クリスマスに頼んだもの届いたことありますか？信頼なくすサンタ3年契約とっくに経った。人生悟るの早すぎ。人生悟ったのは小学校あれ4年生3年生の時ですか？サンタさんには別にもう期待しないから。でもお願いしんくなった、手紙書かんくなった。こんばんは。何回かある。欲しいものを親父に直接頼んでた。私もそんな感じです。中学の頃からプレゼントは現金になってた。やばい、それはやばい。現生を希望してもらったよ。現生って何？現実的な生子？バカラン。ゲンナマって何？手紙書いたことない。書いたことないの？私なんか宿題で書いたよ、なんか小学校の時の。あ、現金ね。なるほどね、現金か。サンタさんに手紙宿題で書いた。こんばんは。そう考えると夢のない子供だったな。いや、なんかだってマジで信じてる、信じるような感じの仕組みをしてる家は本当にすごくて、これなんかあのメンタリストの大吾さんと確かその弟の方のあのエピソードかなんかで見たんじゃけど、なんかクリスマスのサンタクロースのその仕組みをマジで信じ込ませるような感じのなんかその仕組みで、例えば朝に何だったかな、なんかサンタさんが来る気配をわざと感じさせてみたいな、なんかで、なんか玄関かその自転車のカゴの中かかなんかになんか入れられるんだけど、それが毎年違って、それを見つけ出すのになんかしてたみたいな感じ。結構頭を使い系のなんか IQ 高め系なサンタの仕組みを作って完全に信じ込んでたみたいな。いや、いるんですけどね、サンタさんってね。ちょっとこのサンタさんいないとかじゃなくて、なんか
そういうことをする家のサンタさんの届け方みたいなねがあったらしい。マジですごいよね。説明が難しいし、あの記憶も曖昧じゃき分からんけど、ちょっとメンタリスト大工さんの家はすごかったらしいですよ。サンタサイン協会があるらしい。え、何やんのそれ。サンタさんが集まって決起会的な感じ。今日から忙しいぞ的な感じですか。打ち上げもありそう。こんばんは。サンタさんっておらんの？いや、おるよ。これ、おるよ。います。サンタさんいます。さんはいます。トナカイがいるようにサンタさんもいます。これトナカイのコスプレってことで、めちゃめちゃ寒い。サンタならパシフィコにいっぱいなんかメンバーが、ま、衣装いっぱい着るやん。で着てなんかあのパシフィコ横浜で直接お話し会の時にみんながサンタクロースの服着て、ま、お話し会だったんだけど、ま、あのこう控え室があるじゃないですか、ま、控え場所室部屋はないけど控える場所があって、でこなんかなんかでこれが控える場所だとしたらこっち側にレーンがあって、でこの壁一枚向こうに、まあ、ファンの方もいてレーンがあってみたいな、でメンバーがここから入場するんですよ、まあ、入場って言い方わからないけどこう入っていくんです。でもその私一番奥の、まあ、レーンのとこだったんですけど、こうサンタさんがもうみんながここ待機しとるやん。でチャイム鳴ったらみんな一気に行くんやけど、チャイム鳴った瞬間にサンタが出動していってそれがすごいなんか、ああもうサンタさん量産型サンタやなと思って、いい意味で、はい。でてかめっちゃ寒い。あでもこんな時間、今日はあの明日もあの練習があるのでレッスンがあるので、あのあれしっかり体を休めて明日のちょっと予習もしないといけないので、ちょっとここら辺でもうそろそろで終わりたいと思うんですけど、はい、あのあ急にね冷静になるんですけどね、サンタが量産型サンタが出陣しました。はい、この一瞬で頑張りますね。はい、名残惜しいですね。皆さんバイバイになったんですけどね、みんな配信見てくれてありがとうね。今日も一日お疲れサンタ。13位癒し系さん、12位タコ丸さん、11位のっしーさん、10位おいちゃんさん、9位バオバブさん、8位まきまきさん、7位青のりさん、6位じゅんさん、5位もっくんさん、4位すばるさん、3位こうまさん、2位かきひろさん、1位はゆゆゆさんです。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただきありがとうございました。
明日も明後日も忙しいかもしれませんけれども、え、明日火曜日、あ、月曜日、お疲れさん、お疲れサンタ、月曜日よく頑張った、みんな偉いぞ、明日も頑張ろうね、じゃあね、また明日ね、明日ショールームするね、バイバーイ。